時刻は15時を回りました。せーの、ちょっといい人 .com の時間です。はい、今日も始まりました。ちょっといい人 .com です。ちょっといい人 .com とはちょっとだけいい人の集まりです。この番組は3時ジャーの時間帯にちょっといいことをしやすい、ちょっといい人が住みやすい、ちょっといい人がたくさん増えるように頑張る番組です。何を頑張るかって、そうです、ちょっといいことです。ちょっといい人 .com では暗号通貨を活用することでちょっといい人を増やしていきます。その一環として、ちょっといい思い出、ちょっといい行い、ちょっといい話を投稿してくれたリスナーさんには毎月10名様に100円分のビットコインをプレゼントします。メッセージの宛先はメールアドレス 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp、 ファックスは 098-934-8653。 また FM コザでは YouTube ライブとツイキャスで映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。大きなことは難しいけど、ちょっといい人になら誰だってなれる。ちょっといい人でつながっていきましょう。それでは番組スタート。今日も始まりました、ちょっといい人 .com、 今年度最後の放送となっております。今日は僕もちょっと緊張しております。今日は自己紹介いただいていいですか。すいません、はい、おはようございます。おはようございます。名村明投資家ミスター M ことみーくんです。みーくん、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。今日は今のトークの、コーナーはちょっといい人コレクションになっています。そうですか。みーくんの方から、はい、ちょっといいかどうかよく分かりませんけどね、楽しく人生を送ってます。お、いいですね。その楽しく人生を送る秘訣みたいのを今日はちょっと教えていただけるということで、はい、ありがとうございます。はい、株主優待生活というので。株主優待生活、またこの単語自体僕なんか初めて聞くような聞かないような。桐谷さんってご存知でしょうかね。桐谷さん、月曜日から夜更かしなんかで紹介されました。わかるよ、ね、さん、あの桐谷博人さんのように優待券を使って生活をしている。優待券というと、あの株主になると、はいはい、株主に自社の製品とか、うん、はいはい、商品とか、うん、食事券を送ってくれる。あ、これを活用して生活をする、はいはい、これ優待生活をする株主ということで。そのことだったんですね。友達もいました、ホットモットさんと、どこって言ってたかな、あのマクドナルドなんかはよく優待あるんですか。あ、そうなんですね。でうちの親もなんかジャスコのやつを、ああ、はい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 、お客様株主カードみたいのがあって、ラウンジというところで休憩をして、うん、お茶とお菓子をいただけるという。あれどんな仕組みになってるんですか。よくよくわからないんですね。お前も買えって親に言われたんですけど、あのラウンジをいただける会社というのは、うん、はいはい、イオンさんと、イオンさん他にもあるんですか。イオン九州さんと、イオン九州さんとイオン北海道さんでこのカードを発行されてますんで。え、そうなんですね。じゃあ他のところにはない。ああ、他のとこはないですよ。そうなんだ。イオンのラウンジを使うためには。なるほど。その優待券をもらえるようにするためには何をするんですか。まず株主になることです。株主になる、なんかちょっと憧れの響きではあるんですけど、どんな風になるのかがよく分かってないですよね。簡単ですよ。そうなんですね。決められた単位数だけ買えばいいんです、はい、決められた単位数。
もうこの辺からちょっと僕もアレルギーが出たりとかしてなんか面倒くさそうみたいな。面倒くさいことなんですよ。そうなんですね。まずは株主口座を開設して、うん、で欲しい会社の株を注文を出せばできます。はいはいはい、それだけなんですか。買えれば株主になれます。買えないってもあるんですかこれ。あの安く買いたいと思って、うん、市場の値段より安い値段を指したらできないこともあります。何ですかこの指すって。差し値と言いまして。差し値、あ、なんか聞いたことある。自分が欲しい買いたいという値段を指定できるんです。あ、この値段だったら買ってもいいよみたいな。そういうことです。予約これだったらいいよみたいなのを入れるってことですか。でその値段で売っていいよという人が出てくると買えるということです。約定というんですけど、約定、取引が成立しましたという意味です。ほー、あ、じゃあなんかオークションみたいな感じってことですか。そういうことです。このこれこれぐらいだったら買ってもいいよっていう人が出て、あ、売ってもいいよっていう人が出て、そうです、初めてマッチングして、じゃあ OK みたいな。で約定したら、約定っていうんですね。買った人は株主になれるわけです、うん、売らなければ、あの株主になるためには権利確定日というのがあって、権利確定日、だいたい決算期というのが決められてて、はいはい、ああこれ聞いたことある。決算期まで持ってないと株主になったことにならないんです、はい、うん、で決算期を過ぎれば株主に登録される。でその後売っちゃうと、うん、次の決算期までに買い戻さなければ、うん、また株主には戻れないの。売ったらもう株主でないですから。ああ、例えば今年の6月に、まあ、買いました、うん、で12月が決算期です、はい、で過ぎたら株主になりました。だから12月の決算期まで持ってれば、持ってれば株主になって、今年だと25日が確定日でしたから、あ、25日、じゃあ12月の25日まで持ってれば株主になって、ね、ですが今年の12月25日に現物で持ってた人は株主として登録されます。なるほど。その間で売ったり買ったりとかして、その時に持ってなかったら株主にならないよっていう意味ですね。ならない。お、その日に持ってればいいんです。その日に持ってれば優待券がもらえるってことですか。そういうことです。あ、じゃあ12月25日前に買っとけばよかったっていうことになります。そうです、そうなんですね。で普通は、うん、この権利確定に向かって優待券が欲しい人がいっぱいいると上がっていくのが普通なんです。なるほど、仕組みが分かってきた。高いとこ買わないといけない。あ、だけど今年は運悪く9月の権利、うん、9月銘柄から権利落ちからずっと3ヶ月下がってたから。何ですかこの9月銘柄から。9月決算の会社は9月に権利が落ちる日がある。だから確定の時の日が落ち日。おお、一番安ねみたいな、うん、だから落ちるんやけど、落ちたところからずるずるずるっと下がってきて、うん、12月のここ 2,3 日前に大きく下げたんで、うん、ちょうど25日の確定日が一番安いぐらい。へえ。で26日に落ち日にさらに下がった、うん、へえ、そうなんですか。12月銘柄はね。そうなんですか。これ何月銘柄があるんですか。1月から12月までほぼ毎月ある。いろんな銘柄がありますから、その会社の都合で決算期というのは決めてあるんで。そうですよね、いろいろ。あの中にはね、20日の決算のとこもあれば15日決算のとこもありますから、あの確実に末尾ではないんですね。限らないけれど、おー、ほぼ大体勉強なる。月末末尾が決算日になってます、うん、なるほどね。食わず嫌いで全然分からん。その時に取引の立ち会い営業日で4日前までに買わないといけないです、うん、だから今年は大納会が28日ですから、これが最終の取引なんで、その4日前の25日が確定日なんです。ああ、じゃあもう今はお仕事は終わった、ビークは終わったっていう時期。もう冬休み。12月のあの権利はもう終わったんで、次は1月の権利。あ、また1月に向かって何かをいろいろやるんですか。もうあのずっと保有してればいいだけですから、現物で持ってる分には、うん、ずっと毎年株
花粉質して、その優待券がもらえてということです。あのラウンジに入れて、それがあのそれまた違う。それはね、あのラウンジ入れるかどうかいうのは、そのイオンとイオン九州とイオン北海道の株主のその持ってれば、決算的に持ってる人がラウンジに入れる。ああ、じゃあもう今終わってしまったから、今から買ったら12月までまで持ってないとラウンジに入る権利はないってことなんですか。あのあと次の決算期までに買えばいいんですけど、これからしばらくは、もう過ぎちゃったから、ないのは当然ですよ。そうなんですね。もうこんなの全然疎くて、もうあの無理にあのラウンジばっかり行かなくても、ね、他にも食事券銘柄もいっぱいありますから。食事券銘柄って何ですかこれ。あの、ジョイフルとかダストとか、こういうところで食事するための優待券をいただけます。あ、ガスト欲しい。うちの親が好きなんですしょっちゅうガスト行くから。いいですよ、ガストは年間6万9000円分いただけますから。ちなみに今ね、190万円ぐらいかな。190万円分買わないとこの6万9000円もらえないってことですね。そういうことです。あ、でも利息で考えたらね、そう、貯金しておくぐらいならね、えガスト食べに行くから、した方が。なるほどね、いいでしょ。面白いですね。僕全くこういうの興味がなくて、今はこの暗号資産の話をして、するようになったんですけど、それもたまたまあの町づくりしようっていう方がいて、はあ意味わからんこれでって思って、ちゃんと話したら、あ面白いっていうことで入り始めた時期で、もう株のことも全然わからなくて、前あの BTA のおつながりの方で個人投資家なさってる方がいて、勉強した方がいいよって言われてたんですけど、うんって言いながらずーっとほっといてたんです。あの株をする人は儲けてお金持ちになりたいと思って入る人多いんですけど、おーおー面白い、もうあのそうだと思ってた。値上がりすることを期待して買いに入っても、値下がりすることが多い、損をする人が多い。だけど、株主優待は株主であれさえすれば、上がろうが下がろうが優待はもらえるんです。なるほどね。会社が景気が悪くなって業績が悪くなった時に、ちょっとこれもやめようかなと言って優待廃止をする場合はありますから、絶対にあるということではないんで、これは会社が考えてやめるとかちょっと減らそうとかすることがあります、なるほど。拡充してもっと増やしますという時もありますから、だから会社がまともに営業して利益を出してる会社なら、ほぼもらえると思った方がいい。なるほど、ね、今までずっと出してきたの途端に辞めるほど業績悪化してなければということです。おお、なるほど。よくなんか上げの時にも買って下げの時にも買うみたいな話とかあるじゃないですか。なんかろうそくがなんとかとかいろいろ。ろうそく足ということでしょ。あのチャートというか、経線というか、日本語で経線というんですけど、ろうそく足というんです、はいはい、あのろうそくの形をしているんでろうそく足というんですけど、はいはい、あの1日の取引で8ミネット終わり値というのがあります。で一番最初に値がついた値段、始め値、で終わり値というのは引けの時間に最後についた値段が終わり値、でその取引から取引の間をザラバと言いまして、ザラバで安値が出た高値が出たというのを図に表せるとろうそくのように見えるからろうそく足っていうんです。それを毎日書いていったのが K 線というグラフになります。なるほど。この K 線のことを、まあ、チャートとも呼ぶんですけど、この値動きを見ながら、どこで買ってどこで売るかを決める、だから買う日と売る日があるんです。あ、日なんですね。その日じゃなくて、その日の1日でやる人もいる。買って売る人もいれば、売ってから買い戻して利益を出す人もいる。
売ってから買い戻すっていうのがよく意味が分からない。あの信用取引をやってる人は株券を借りてきて売り立てというポジションを持てるんです。おお、この辺から難しくなってきた。でこれを買い戻して差額が利益かもしくは損になるわけです。必ずあの売った値段よりも安く買い戻せるとは限らないで、売った値段より安く買い戻せば利益が出る、売った値段より高く買い戻したら損が出る。はい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 。で買いは買った値段より高くなって売ると利益が出る。ああ、そういう意味なんだ。買った値段より安い値段で売ると損が出る。なるほど。高い時に売って安い時に同じ量買ってしまえばその差額分は利益ってことですね。そういうことです。ああ、下げても利益が出ます、上げても利益が出ます。ああ面白い。うまくやれば面白いですね。これで調べたら1日のうちで決済するのがデイトレーダーということです。ああ、はい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 。これが1週間以内とか1ヶ月とかやる人がスイング取引というのをやります。おお、なんか頭良くなってきた気がする。これを1年2年3年5年10年先に買ったのを売る、はいはい、そういう長期投資家もいます。なるほど、ね、どちらかというとこの長期の投資家になります、私は。なるほど。もうなんか株って聞いたら僕のイメージなんですけど、みんなデイトレーダーみたいにもう大変なことしてるんだろうなみたいな。今デイトレーさんたち大変ですよね。お衣装かかってね。何何？お衣装。お衣装？あの信用取引をしていると値下がりすると持ったポジションが資産が下がるために担保が減っちゃうんですと。担保不足を、うん、新たに資金を入れてもらわなければ強制的に取引を中止して全部清算しますというあのペナルティーが来るのよ。怖っ。それでもう全部資産なくなるんですよ。恐ろしい恐ろしい。だから怖いんですね。その辺ですかね、みんなが勝手にそこだけ気にしてしまってから、ね、長期投資しない、目に合わないように余裕を持つとか、うん、新たな資金を持ってきて縦玉を減らす。縦玉？信用で買ったものを縦玉と言うんです。おお、呼ぶんです。はいはいはい。で買いの縦玉、売りの縦玉というのがあるんです。でこれを6ヶ月以内に決済しなさいという約束で買ってますから、うん、6ヶ月以内に大きく上がれば儲かる、大きく下がれば売りの場合はまた儲かるっていう。え？ああ、売りの人は下がれば儲かる、買いの人は上がると儲かるんです。反対に動くとどちらも損が出ます。そんな意味だったんですね。でも信用取引無理にしなくても、うん、現物で取引すれば、はいはいはい、上がったら儲かりますし、下がったら、うん、もちろん資産は損するけれど、実際に売らなければ実損は出ませんから。確定してないですからね。売らなきゃいいんだもん、うん、私売らないよって持ってりゃいいんだから。ねえ、そうですね。信用の人だけが今苦しんでる。あ、そうなんですね。なるほど、これは勉強するべきですね。まあ、はい、今すごく盛り上がってきてあれなんですけど、ちょっと CM へお願いします。創業50年を超えました。県内唯一新体操用品取扱店、各種スポーツユニフォーム、オリジナル T シャツ、イメージ形にコンさんがお手伝いします。937-2007 中央パークアベニュー入り口 BC スポーツ店。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。保険の内容がわからない。加入している保険は自分に合ってるの？保険料もっと安くならないかな？などなど、お客様のそんな疑問にお答えいたします。お問い合わせは一般社団法人生命保険証券診断士協会、詳しくは LCQS にて検索。
いやー、みーくん面白いです。株の話が好きな女の子の話まで今 CM の途中で進んでいったんですけども、はい、株のその銘柄っていうのは、うん、彼女だと思わないと。株の銘柄は彼女、名言いただきました。愛する株が本当に素敵な株なのかをちゃんと調べないと、うん、蓋を開けたらババアだったりしたら嫌だろ。いや、ババア好きかもしれんし、あ、ブブチャ好き。いや、そうなんですね。だからね、もう今にも死にそうな会社もありますし、そういう会社はごめんなさい、私付き合えないわって。そうですね、逃げないといけない。結婚する前にちゃんとお付き合いする前に。なるほど。はい、今暗号通貨のコーナーになっておりますが、すごくこの暗号通貨とまた株の話ってすごく似てるところがあるので、そのまま進めていきたいと思います。で、みーくんは今なんかいい時もあるし悪い時もあるじゃないですか。はい。これはすごく良かったなーっていう時はどんな時がありました？この銘柄でこんだけ面白かったみたいな。かなり長期投資家ですから、700円とか800円ぐらいで買ったのが、5000、6000円になる。何年でですか、これは。10年ぐらい。10年、はあ、これは嬉しいですね。嬉しいですよ。これ、この好きな彼女、銘柄は彼女っておっしゃってたんですけど、その、まあ、今、500円、600円700円、800円してたから、7万か8万で買いました。7万か8万かで買いました。まだじゃあ子供じゃないですか。はい。それはどうやって見分けるんですか、この子は綺麗なのなみたいな。そんなのことは会社のやってる内容とかね、財務内容とか業績を、毎年の業績が四季報なんかに書いてありますから、はいはいはい、これ良さそうだなって思ったやつを買うんですよね。なるほど。その中に株主優待があった、はい、クオカード1000円あげますよ。おお。7万8万で1000円のクオカードいただけたら何パーセントかっていうやつですよ。大きいですね。銀行に貯金しておくよりもすごいいい利率でしょ。そうですよね。そこにまだ配当もらえるんですよ。配当ある会社は。配当ってみんなあるんですか。いや、全ての会社にあるとは限りませんが、業績のいい会社はほぼ配当してます。利益の出ている会社だったら、ちゃんと配当を出さないと、株主に利益還元をしてないということになりますから。なるほど。で、その株価が業績に沿って上がっていって、5倍10倍となるっていう。長く持てばそうなる。ああ、なんか楽しそうですね、このお話を聞いてると。今回は2012年の11月14日からもう6年上がったわけで、これからまだまだ上がるということもないと思うんですよね。下がる可能性も出てきた。ニューヨーク、アメリカの市場では、もう2009年から10年上がってるんです。このまんまどんどんいつまでも上がるということは考えにくいんで、どっかで大きな調整が来るだろうってアナリストたちは予想してます。ただ公に下がると言えないんで、ねえ、混乱しますよね。じゃあ今売ってけ、みんな。そう売ってしまったら大変なんですよ。あの人が言うから売ったよって、どんどん売ると下がっちゃうんで、みんな上向いてますから、まだ。ああ。で、この9月の権利落ちからずっと3ヶ月下がったんで、目先的には、小回り3ヶ月、大回り3年という言葉がありまして、3ヶ月ぐらい下げると、一旦止まるんです。で、反発相場をやって、戻れないとまた下がるっていう、そういうリズムがあるんで。リズム。ちょっと今日は大きく反発してますからね、こっから買うとどうかなって言って様子見てますけど。なるほど。みーくん面白いですね、これ。また
ぜひあのゲストとして来ていただきたいと思います。はい、なんと選んでください。あっという間に30分も終わっちゃうんですよね。さてここでエンディングです。この番組はスポンサーも大募集しています。スポンサーしていただいたお金は番組制作料のほか、人生の先輩方のボランティア時の車、お茶、道具代に使わせていただきます。お待ちしてます。お相手はケンちゃんでした。また来週、さようなら。さようなら。ありがとうございます。今年最後です。あ、今年最後ですね、はい、今年最後でした。良いお年を。良いお年を。